皆さん、こんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回のお話は、17条憲法のお話であります。17条憲法と言いますと、学校で習うのは西暦604年、今からもう1400年以上前になりますけれども、この時に定められたものであり、その第1条には、和をもってたっとしとなしと書かれていると。で、これを書いたのが聖徳太子であると。 いうあたりは、学校で教わることであろうかと思います。逆に言うと、そこまでしか学校で教わっていない。<laughs> よく言われるんですけれども、学校で歴史をちゃんと教わってきた。割と俺成績良かったんだよな。だけど、ネズさんの話聞いてみて、同じ先生の話聞いてみて、そんな話聞いたことないよ。全然知らなかったっていうふうなことをおっしゃる方結構おいでになります。でも、実はですね、今学校で教えられているのは、 これは社会科の歴史的分野という科目なんです。あくまでも社会科なんです。歴史は今現在学校教育では教えられていないんです。実はこのことは昭和21年に GHQ が教育指令というのを出しまして、日本の終身教育、歴史教育、地理の教育というものを禁止したんですね。 で、禁止されてる状況の中にあって、いや、でも、そうは言っても、やっぱり日本の歴史っていうのを知らないと、昭和の前には大正時代があったんだ。大正時代の前には明治があったんだ。明治の前には江戸時代があったんだよ。そしてその間に、明治維新があったんだよっていうことぐらいは、やっぱりみんな知っていなければ、社会人として、一般的な社会常識を身につけることができませんと。 何とかしたいんですということを当時の国会議員の先生方が一生懸命になって GHQ と交渉をしてその結果見事復活したのが実は社会科なんです。歴史じゃないんです。社会科の歴史って実は全然違う科目なんです。社会科っていうのはこれは あくまでも、十七条憲法で言うならば、今、先ほど申し上げました通り、西暦604年に聖徳太子が十七条憲法というものを発布され、その第一条にはワをもてたとして同じと書かれている、以上、おしまいなんです。ところが、歴史になると、これではダメなんです。歴史になると、なぜそのようなことが起こったのか。なぜ聖徳太子が十七条憲法を制定するに至ったのか。そして、十七条憲法に書かれている精神というのは、その後の日本に、どのような、 影響を与えたのかといったようなことが、これをしっかりと学んでいくのが実は歴史教育であり歴、歴史科歴史学科と呼ばれるものの本質になるんです。言ってみれば今、ここに図がありますけれども、社会科っていうのはターゲットスコープみたいなもんです。この標的に向かって銃をパーンと撃って、標的のど真ん中に命中すればこれで合格ということになるわけです。この命中した球が多ければ、多かった分だけ点数がいい。つまり社会科の え、日本史、社会科の歴史学科日本史の点数が上がってくる。という構造なんです。要するに的なんです。何のためにこの的に弾を当てなくちゃいけないかっていうことは一切関係ないんです。でも、その何のためにということをしっかりと把握していかなければ、実は歴史を学んだことにならない。じゃあ歴史って何かっていうと、こちらにありますのがアリとキリギリス。今有名なイソップ物語ですよね。夏の間、キリギリスは一生懸命バイオリンを弾いて歌を歌っていた。 ずっと楽しんでいた。その間、アリさんたちは一生懸命に働いて食い物を確保していた。季節が変わって冬になる。冬になると、もう食べ物がなくなってしまう。食べ物がなくなってキリギリスさん、一生懸命音楽をやっていたんだけれども、自分たちのもう食い物がそこら辺にはない。みんな雪に埋もれてしまってるわけです。どうしようか。っていうことになって、アリさん、アリさん、あんたたち、夏の間一生懸命食い物を確保してたよね。食べ込んでるよね。それ食べさせてって言うわけです。でもアリは、 俺たちが一生懸命夏の間ね、働いてる間、あんた歌歌って遊んでただけじゃないの。あげねえよっていう話になりまして、結局キリギリスは死んでしまいましたとさっ。っていうのが、これがイストップ物語になります。なぜキリギリスは死んだのか。社会科の歴史的分野であるならば、昔々アリとキリギリスがいました。キリギリスは冬になったら死んでしまいました。以上、おしまいなんです。でも、歴史になったら、なぜキリギリスが死ななければならなかったのかっていうことを解いていく。で、物語としてどっちが面白いのか。 どっちが勉強になるのか、どっちが人生の役に立つのかといえば、ただ単にキリギリスから亡くなった、死んでしまったということよりも、なぜキリギリスが死ななければならない状態に陥っていったのかということを学ぶことの方が、はるかに大切であるということはご理解いただけるんではなかろうかと思います。で、17条憲法です。17条憲法といえば、 先ほど申し上げました通り、十七条憲法、和をもってたっとしとなし。これね、原文はこう書いてあります。第一条。第一条のこと、一に曰くってうんですね。この青い字が原文です。青い字で、和をもってたっとしとなす。と書いてあります。確かにそのように書いてあるんです。だから、十七条憲法というのは和をもってたっとしとなすしということを説いたんですよ。これ、不正解ではないんです。けれども、 先ほど申し上げました通り、なぜ17条憲法を聖徳大使がね、これを発布するに至ったのかということと、そしてこの中に本当のところ何が書かれているのかっていうこの二つのことをしっかりと踏まえていかなかったら、17条憲法を学んだ、あるいは歴史を学んだということにはならないということになるんです。で、手始めに17条憲法のこの第一条に何が書かれているかということを申し上げますと、この青い字のところがこれ原文です。 原文を現代語に訳したものがこちらの黒い字のところところになります。一に曰く。和をもってたっとしとなし。これ OK ですね。逆らうことなきを胸とせよ。逆らうことなき,なきっていうのはこう書いてます。立身弁に語語の語っていう字を書いて逆らう。これ何を意味してるかっていうと、この漢字って、実は人を呪い殺す時の道具なんです。よくほら、あの、牛の国参りとか行って、夜中に神社に行ってね、藁人形を置いて、そこに向かって、カーン カーンカーンとやって、で、このとこぐ面白いとかってやるような、あるじゃないですか。ああいう、呪い、呪いをかける道具の、道具を示す意味なんです。そういう感じなんです。つまり、まず我が大事だよ。そして人を呪っちゃいけないよっていうのが我を持てたっとしたなし、逆らうことなきを胸にとすよ。だから、逆らうことなきっていうのは、ね、俺に逆らうんじゃねえぞ、みたいなことではないんです。議論するときには、 テーマがあって議論するんだから、ね、まず我が大事だよ。そして、テーマについて議論してるときに、例えばですよ、あの、結び大学を見るべきか見ないべきか、見なくていいのか、やっぱり見るべきなのかっていうことで議論することになったときに、ね、どうしても見なくていいっていう方がだんだん押されてきて、やっぱり見なくちゃいけないのかなっていうふうになってきちゃって、まずいなと思ったときに、お前そんなこと言うからな、お前の会社出ましただろ、この野郎みたいな話になってくる。これは、 結び大学の動画を見るか見ないかということを議論しているときに、お前の母ちゃんがデベソだろうがヘベソだろうが、関係ないじゃないですか。そういう関係のない個人的な抽象に話議論をそらしていくっていうことが、これがここで言う逆らうことなきを胸とせようなんです。そして、人みんな仲間あり、また悟れるもの少なし、ね。人にはみんな主義主張があるし、それぞれ仲間がある。ね。また何もかもわかっているような人なんていうのはいない。みんなそれぞれ自分の利害で動いてる。 で、ここを持って、あるいは君は父に従わず、また隣の里に従う。要するにそこでこう喧嘩になったりすることがある。で、しかれども、神和らぎ、死も結びてことをあげつらうにかなうとき、すなわち断り、おのずから通ず、何事がなさざらん。いろいろ議論はあるだろう。いろいろ思いはあるだろう。でも、上に立つ人が、まずは、神しも脱いで柔らかくなって、どういう意見なのか教えてもらいたい。という、そういう態度を取り、そして、下の人が、 あ、そうなんですかじゃあ、正直に申し上げますよ。いいですかあ、いいよ、いいよ。っていうふうな、そういうふうな環境の中で、お互いにしっかりと議論をしていけば、何事がなさざらん。何だってできるよ。そういう国を作っていこうよっていうのが、17条憲法の第1条なんです。ただ仲良くしなさいじゃないんです。 だから、十七条憲法に和を持って立とう人同じと書いてあるから、議論する場合でも、ね、お互いにこうエキサイトして議論するようなことはしちゃいけませんよと。まず仲良くしなさい。和が大事だから、十七条憲法に書いてあるでしょ。そうじゃないんです。議論は議論で真剣な議論を交わすんです。だから、幕末の明治維新の頃の維新の死たちっていうのは、もう夜中過ぎまで刀を突き立てて、お前はなぜ俺の言うことがわからんかみたいな調子で、 もう本当に大声張り上げながらも一生懸命になって真剣に議論を交わしたこういう歴史を我が国は持ってるんですちゃんともうそこまで真剣になってお互いに本音さらけ出し合って議論しようじゃないかでもそこで議論に負けたからといって相手を恨んだりしちゃいけないよ一番根底に置かなければいけないことは和なんだよということをこの第一条で歌ってるんですでなぜ こういうことが言われるようになったのかというと、実は、この前に、簡易十二回の制度が定められてるんです。簡易十二回の制度っていうのは、感触を持った人たちの位を十二段階に階層分けするんです。で、会員十二回のもとにあ,あって、で、そういう位を定められたら、これは上の人の前では、下の人はちゃ、もう、頭を下げて、へへーと言って、で、顔を上げちゃいけない。表を上げよう。 って言われるまでは、顔を上げちゃいけない。ちなみにね、これルールがありまして、一個階級が上の人から、表を上げようって言われた時には、はい、と言って顔を上げて OK なんです。でも、二つ以上上の人から、表を上げようって言われた場合には、ははーと言ってかしこまらなければならないというのがこれルールだったんです。で、もう一回、おい,よい、構わぬ、表を上げようと言われて、そこで初めて顔を上げて、はい、と、やる。 これが作法なんですね。上の人の前では、はーっとやってなくちゃいけないということを定めたのは、なぜかというと、要するに、そういう、こう、身をわきまえずに、身の程をわきまえずに、もう好き放題言いまくる。あるいは、よそのくにやってきて、ご皇族を殺害するような、とんでもない連中まで現れる。政治工作と称して、ありとあらゆる不正、不条理が行われるということが、この前の時代にあったんですね。 主に白木の国です。白木はいろいろ日本に対して悪さを仕掛けるんです。悪さを仕掛けて、で、最終的に日本はもう、もうしょうがないからっていうことで軍事的に制圧するんです。軍事的に制圧された時に白,白木の国王は、これからは二度と和国に逆らうことはいたしません。毎年長考もいたします。どうかご勘弁くださいと言って頭を下げるんです。で、なぜ和国が白木を攻めたかというと、白木がくだらに攻め込んだんですね。 白木がくだらに攻め込んだんで、それを高めて和国が兵を出したんですけども、もう二度と悪いことにいたしません。くだら攻めることもいたしません。このように、国王がしっかりと約束をしていながら、なんと、和,和国の,の将軍さんが、そうか、二度とせぬか。はい、二度といたしません。本当にしないんだな。は、もう絶対にいたしません。もう約束いたします。と言うから、和国の将軍さんが兵を引き上げたんです。兵を引き上げたら何が起こったか。 兵を引き上げた翌日に、白木は九だらにまた軍事侵攻してるんですで。そういうことが頻繁にあったんです。で、仕方がないので、九だらのね、王様の,の子供を人質として日本に持ってくるわけです。で、日本のしきたりみたいなものをしっかりと教育するわけです。で、その時に、世の中には上下関係というものがあるんだよ。やってはならないことというのがあるんだよ。世の中には秩序というものがあるんだよっていうことを、 この白木から来た連中にしっかりと教え込まなければならないという事態が生じたんです。その時に、白木の連中からすると、なんで俺たちばっかりそうやって言われなくちゃいけねえんだよ。この野郎みたいなことになってしまうので、簡位十二回の制度を定めて、日本の朝廷の、ね、貴族さんたちのが上から下まで全部階級分けして、で、全員が一つのルールの下で、 上の人の前では、ははーとやって、ちゃんとかしこまらなければならないというふうにしていった。これが、簡易十二回という制度が生まれた背景になるんです。でもですよ。でもですよ。大事な部分。日本の国柄っていうのは、上の人の前ではひたすら平身抵頭する。ちょっと偉い人がいたら、へーとやって、ひたすらこう、頭下げ続けなければいけないといったような精神性は、もともと日本には、ないんです。 日本では上に立つ人ほどむしろ心を開いて下の人の中に入っていって、で、最近どうなの調子はどうとやっていくという、これが元々の日本の形なんです。だからね、あの、面白いもんで、江戸時代ぐらいなるじゃないですか。まあ、お殿様は別なんですけれども、ある程度一定の、例えば、あの、北町奉行所とか、南町奉行所なんかありますよね。そこで、お奉行さんがいて、 よりきがいて、同心がいて、みんなで飲み会をしましょうということになったとしますよね。その時に、普通考えたら、位の低い同心が、お奉行様のところに行って、奉行、一杯お付きいいたします。はい、どうぞどうぞ。うん。どうか。よし。うん。まぁ、次。ご苦労。みたいな、調子のものを思い浮かべる方多いと思うんですけども、実際はそうじゃないんです。お奉行の方が、ね、一番下っ端の同心さんのところまで行って、 いやあ、最近、君はよく頑張ってくれてるな。いやーありがとうな。いっぱいつくから。よしですから。あいいから、いいから。酒好きをとんなさい。はい、はい、はい。はい。じゃあな。はい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 。おい、おっと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 。ああ、いただきます。いや、まさかお奉行に酒をついていただけるとは思いませんでした。ああ、そ普段一生懸命頑張ってくれるんだから。な。これからも頼むぞ。みたいなことが行われていたっていうのが日本の社会なんです。上の人。 こうほど、むしろ心を開いて、下の人たちの中に入っていく。それがもう崩れてしまって、もう上の人がひたすらこう踏んざり返って、一番上坂なんかにいて、決めたし、自由に酒を飲んでよいから、みたいなね、そんな風な形っていうのはもともと日本にはなかった。このことは、ずーっと古い昔まで行きますとね、両の集計っていう,ものいうものにも書いてあるし、外国の文献である、義士和人代今まで書かれているんですけれども、村で宴会するっていうのは昔からあったわけです。 まあ今で言ったらう子会館、神社の宇治子会館のようなところにみんなが集まるんですけども、そこに集まって、集まった人たちは、ね、そこで、街道先に年齢職業の区分なしと書いてるんです。どういうことかというと、集まった人たちは単純年齢順。男女の別もなく。だから一番年を取ったのがおばあちゃんだったら、おばあちゃんが一番上座。で、次がおじいちゃんだったら、二番目の席。で、単純年齢順なんです。男も女も関係ないんです。 で、社会的な地位があるとか、俺は役人だとか、わしは警察官だとか、俺は大夫の統領なんでとか、そんなことは一切関係なく、単純年齢順に座を作って、で、そこで若い者がみんな球児に回っていった。っていうふうに書かれています。単純年齢順なんです。身分の上下によって、俺は偉いんだ、お前ら言うこと聞けみたいな文化は、そもそも日本にはないんないんだけれども、あえて、官位12回の制度を引かなければならなかったというのは、 日本とは全く違う文化の人たちが日本に入ってくるということを、これを日本自身がそれをやらなければならないという状況に至ったと。そしてこの連中は、ちょっと手を緩めると、ご皇族であっても平気で殺害するという、そういうとんでもない連中であった。ということが背景にあったんです。そこで繰り返しますけれども、簡易十字回の制度が敷かれるわけです。 で、これによって、これをね、えー、2年3年度かけて、完全に朝廷の中に定着させるんです。とにかく上の人の前では、はは、とにかく、帽子の色で階級が何なのかみんなわかっちゃうわけですから。だから、 ま、紫色の帽子がね、一番偉い人ってことになってるわけですけども、白とか黒の帽子は、まあ、どっちかというと下になるわけですよ。またね、これ、帽子って言うとね、あの、コメント欄の中で、いや、それは冠というもんなんですとかって、あの、苦情があるかもわかんないですけど、あの、わかりやすく、わ、わかりやすさを前提に話してますからね。帽子で言っちゃいますけど、紫色の帽子被ったおっさんが向こうからやってきたら、白とか黒の帽子を被った人は、へーへーと言って、ね、脇によけて頭下げなくちゃいけない。 そういうことをルールとして完全に定着させるんです。完全に定着させるんですが、それは古くからある日本の国の形、何かあったらみんなで集まってみんなでフランクに話し合っていこうという、その形を、これをある意味潰してしまうことになる。それは良くない。日本の古くからあるこれは美風だと。みんなが納得して仕事をするということが大事なんだ。で、そういうことを改めて、じゃあ、慈しきノリとして、 ね、憲法と書いて美しきノリと読むんですけども、一番大切な根幹として、十七条憲法として発表した。だから第一条にあるのが、わあもてたっと人なし、人を恨んじゃいけねえよ、逆らうことなきお胸とせよ。そして、ことをあげつらうに及びては、あげつらうっていうのは、議論の論という字を書きます。要するに、議論することをあげつらうと言います。なぜあげつらうかというと、上の人の前で下の人は頭下げてなくちゃいけないんです。で、表を上げようって言われて、 面を上げる。だから上げ面うなんです。で、顔を上げてお互いに目と目を見合わせて、しっかりとお互いに議論をしていこうじゃないか。小さなことは上からの命令で、やかましい、お前やれということになるかもしれないけれども、大事なことを決めるときには、みんなで考えて、みんなで参加して、で、いろんな意見を出してもらって、いや、それやったらこういうまずい問題起きませんかみたいなことをどんどん出してもらって、それを一個一個潰していく。 それはね、何かやろうと思ってる時に、いろんな反論が出てくるのはね、めんどくさいんですよ、はっきり言って。<laughs> 一ちそれに対して答えていかなくちゃいけないっていうのは、めんどくさいかもわからないけれども、そういうことを丁寧に丁寧にやっていくことによって、初めてみんなの気持ちを一つにすることができる。そこが、一番大事じゃないかっていうのが、これが、17条憲法の基本精神になるわけです。 で、十七条憲法というのは、第一条がね、和もてたっとしたらなし、第二条が厚く三歩上回。で、第三条が、巫事のりを受けては必ず締め。まず和が大事だよ。そしてみんなでちゃんと上げつらう。らを上げて議論しようね。で、その時に、根幹として、仏法相というものを大切にしよう。仏教の思想というものを大切にしよう。悪いことすれば、輪廻転生で、地獄に落とされるんだよ。これ、まあ、仏教の思想って大事なんです。そして、議論が決まったら、巫事のりを受けては、 必ずつしめ。全部決まったら、最終的にそれが見事乗りとなって出るわけです。発布されたら、自分はその意見に反対だった。としても、議論した結果、一つの方向が決まったんだったら、それに対しては必ずつしめ。つまり言うことを聞きなさいと。このように続いてくるわけです。そして、その中にあって、お互いに敬うことを根本にしろ。というようなことで、まあ、ずっと行く,くんですけども、従来条憲法は、これはもう、ものすごく面白いし、おそらく、現代日本の精神というのは、 この17条憲法が根幹になっていると言って差し支えないかと思いますので、この17条憲法の築条ごとの詳しい解説は、また別に機会を改めてやっていこうと思います。今回のお話は、17条憲法が誤解されてる。あの、和をもって立っとしたなしというね、聖徳大臣が作ったんだよ。以上はおしまい。そ,それだけで終わらしちゃいけないもんなんだよ。それは社会側なんだ。歴史っていうのはそういうもんじゃねえんだよっていうことを、今回はご理解いただければというふうに思います。 えー、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。えー、詳しいお話につきましてはですね、また別途、裏結びの方でもまたやっていこうというふうに思います。日本をかっこよく、結び大学でございました。結び大学の方で、この聖徳太子の時代についていろいろとお話をしてきています。けれども、聖徳太子を学ぶっていう時に欠かせないものが、これが十七条憲法になります。 で17条憲法で言ったら和をもってはタッとしたなしなんだというふうに思ってらっしゃる方多いと思うんですけども実は原文でちゃんと読んでみると言ってることは全然違うことが書いてあったりします、まあ、そこでこの17条憲法を第1条から第17条まで原文に基づいてしっかりと講義をするということをこれ下の概要欄にあります「ニワ塾」の方で行っております最初の1か月間は無料でご視聴いただくことができますのでぜひですね お申し込みいただければというふうに思います日本をかっこよく結び大学でございました